ブラベラファイナルファンタジー2016ラジオでブラボー。皆さんビールはお手にありますでしょうか。それではブラブラ初日無事に終わりました。皆様お疲れ様でした。今回も終わりましたね。終わってねえよ、これからだよ。初日ですからね。初日ですからね。はい。ということでですね、今実は初日の和歌山公演を終えてもう15分後ぐらいですかね。はい。たった15分後ぐらいでバス発車しておりまして、次の日の大阪公演に向けて大阪に向かってる最中でございます。はい。前回もそうだったんですけど、このようにシエナの皆さんとバスで移動することも結構ありますよね。そうですね。もちろんお酒を飲みながら。当たり前で。それにしてもですね、シエナの皆さん着替えるの早い。いや本当にシーンってなってもう置いてかれたんじゃないかっていう。僕は女子の控え室に入ってみたいものですね。それはいろいろダメです。移動早くないですか。逃げ足早い。そんなユニークなシエナの皆さんですけれども、これから移動中ということで、和歌山公演いかがでしたか。いやでも去年の夏ぐらいが最後でしたっけ。そうですね。だから約10ヶ月とかそんなもんですかね。はい、やってるうちに実はね、やってるうちに感覚をだんだん取り戻してきた感じ。あ、わかります。そう。だってほら台本も今回初めてじゃないですか。今回のは。そうですね。だからここで何を喋ろうかとかいうのを手探りな感じでしたよね。そうですね。で前回演奏された曲もあったじゃないですか。そこでなんかこうわっとよみがえりますね。そうね、そうだね。はい。なので徐々にトークも全公演違うトークをするって言ってませんでしたけど、他でラジオか何かで言ってた。ああそうですか。はい。我々頑張っていきたいと思います。そして鳥田さん、お楽しみ中のところ失礼しますが、もうバッチリビールも飲んでいらっしゃいますけれども、公演いかがでしたか。去年に引き続き出演させていただいていて、まあ去年からの引き継がれた湧き上がる血というような感じがですね。で今日はこの初回でね、それがあっという間にこう湧き上がったので、もうこれはいい感じでこのまま流れていきたいなと。いきたいですね。ブラボーっていう声も聞けましたしね。そうですね。自然に酒の量もいい意味で増えそうな感じで。そうですね。栗田さん、今日はいっぱい飲んで、また明日の大阪公演頑張りましょう。はい。ということで、今日の公演で一番盛り上がったなという曲をお届けしたいと思います。いやでもいっぱいあるけどね。何にしましょうかね。初出しでマシンガンいっときますか。そうですね。それではお聴きください。ラブラファイナルファンタジー」。はい、このコーナーでは毎回ゲストをお呼びして音楽や楽器、ゲストの日常などなどいろいろなことをお伺いしながら音楽の楽しさや魅力について語り合うコーナーでございます。今回のゲストはシエナ・ウィンド・オーケストラからこの方々にお越しいただきました。ユーフォニアム庄司恵子さん、そしてチューバの山岸明彦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、先ほどは映像でお届けしましたけれども、移動しまして今和歌山公演を終えて大阪に入ってきたところでございます。盛り上がりましたね。盛り上がりましたね。だからどこまで盛り上がってくれるのかなっていうのは心配ではあったんですけど、でも来てくれた方々の顔をずっと演奏中見てると、本当に嬉しそうでね、楽しそうでしたけど、あれがねもうすごく嬉しかった。ブラボーという声も結構聞こえてきましたし、最後のマンボ・デ・チョコボのアンコールにもあんだけ上がってきてくれるとは思わなかったですね。そうですね。お二人はステージ上から見てお客さんの熱気とかやっぱり伝わってきたりとか感じました。すごい拍手が大きいんですよ、一人一人が。わーって終わった瞬間のわーっていう感じがすごい嬉しかったです。嬉しいですよね。やっぱり分かるもんなんですか？分かりますね。熱が分かりますね。結構顔とかって見えて、表情だったりも見えたりしますか？見えますね。見えます、見えます。やっぱり感じられるんですね。初日でしたけどいかがでしたか？そうですね、やっぱり初日なので僕らも緊張感がありますし、どうなっていくのかなっていう不安もあるんですけども、やっぱり音楽の持つ楽しさっていうのがとても前面に出てくるので、すごく楽しくできた本番だと思いました。庄司さんいかがでしたか？そうですね、緊張感いろんな意味であったんですけど、すごく手がリコーダーをしてましたけど、完全に手がリコーダーになってましたけど、本当難しかったんで、でもすごく楽しかったでした。はい、よかった。でもリコーダーそうですよね。リコーダーうちらもやばかったね。いや素晴らしかった。いや昨年とは違う緊張感を感じることが。そうなんですよ。さっきもねまみちゃんと話したんですけれども、本番前ってやっぱり僕らは僕らでMC で何話すか、こうどうやって掛け合いするかみたいのが気になるんですけど、今回一切なしですよ。台本どうでもいい。二人でずっとリコーダー練習して。おしゃべりの方はなんか楽しくできたかなと思うんですけれども、そういう緊張がありましたね。いやー、バカにできないですね。小学校で習ってた楽器をね。そうですね。まさかここで吹くとはということですけれども、明日はですね、大阪公演でお昼と夜の2公演ありますので、ちょっと明日も頑張っていきたいと、ね、楽しみですよ。はい、思います。さて、興奮冷めやらぬ感じではございますが、今回もいろいろとお二人にお聞きしていきたいと思います、毎回ゲストに来ていただく皆さんに聞いてるんですが、吹奏楽、あとは音楽を始めたきっかけというのを聞かせていただいております。では庄司さんから。私は子どもの頃にピアノを始めたのが音楽をやり始めるきっかけで、ずっと学校の音楽の授業もその関係があったかわからないんですけど、割と好きでやっていて、で小学校の4年生の時にトランペット個体というのがクラブ活動であって、それでトランペットを吹き始めたのが、楽器との金管楽器との出会いというか、トランペットを始め吹いていたんです。そうなんですよ、そこからユーフォニアム、そこが本当は中学校に入った時にどうしてもトランペットが吹きたくて、吹奏楽部に入ったんですけど、どうしてもトランペット希望者が多くて、誰かが移りなさいと顧問の先生がで、どうするんだみたいな感じで、誰でもいいけど、トランペット今1年生、4人希望いて、そのうち2人で十分って言われて、で2人はもうすでに4人のうち2人は楽器を持っている子がいたんですね。トランペット素で、ああそれはかなわない、私持っていなくて、ああってなっちゃって、でも今だったらユーフォニアムっていう金管楽器があるよって言われて、よく分からなかったんですけど、まあ金管楽器ならいいかなと思ってやり始めたのがきっかけです。今の楽器を吹いているきっかけです。それはトランペット、トロンボーンとかも選択肢にはあったわけですか？もうその時にはトランペット希望者が多くて、誰が打つの誰が打つのみたいなごたごたしてるうちに、他のパートをどんどん決まってって残ったのがユーフォニアムだけだったんですよね。金管楽器で、はい、だったので半ば仕方なしに、本当に仕方ない自ら私これをやりますじゃなくて、はい、状況で、そんなんで人生決まっちゃうものなんですね。でもそこからもうだってプロですからね。ね、そうだよね。はい、実際にやってみて、あ、いいなって。でも吹いたらもうすぐ好きになって結構のめり込んで練習はしていたんですけど。割とあるんですよね、こういう楽器が。そうなんですか。そんな山岸さんは。はい、僕はですね。まあ楽器を始めたのは、庄司さんと似てるんですが、幼稚園の頃からオルガンを、足踏みのオルガン教室に通ってまして、小学校2年生までやってたんですけども、実は今母親とかに聞きますと、いやいややっていたと、でよくサボってたらしいんですが、で2年生までで、楽器が終わりまして、それで、この管楽器に出会ったのは、まあ皆さんと同じような中学生なんですけれども、これがまた僕の場合はですね、自分で好きで始めたわけではなくてですね、何も学校に入って何も部活に入らないでいたところに、吹奏楽部の顧問の先生に呼ばれまして「あなた来なさい」と。で突然目の前に出された楽器がチューバでこれをやりなさいそこから始まりました。選択の自由一切なしありません。でもその先生すごい見る目ありません？そこからだってこの子はオルガンやってたから音楽に興味があるに違いないとか、そんなないですね。ないんですか？いけるって思ったんじゃない？で僕も自分で吹奏楽をやりたいという、意思もなかったので、そのチューバというものがどういうものであるかとか、楽器がどういうものであるかとかっていうことすら分からず始めたので、実際にやってみてどうでした？やってみて分からなかったですね。そりゃそうですよね。ああ、こういうものなのかというところから入って、それがまあだんだんやっていくうちに楽しくなって、それをこうどんどん続けていくうちに今に至るという感じですね。すごい出会いじゃないですか。ねえ、運命って。いや、そうですよ。そこで断ってたらだって今がないわけですし、すごいですね。ものすごい素人みたいなこと聞いていいですか？はい。ユーフォニアムとチューバって何が違うんですか？名前は結構違うんですけどね。名前は違うんだけど。ものすごく違うけど、なんかあんまり分からない。なんとなくこう。遠目から見ると形は似てるかなっていう。そうなんですよ。そうなんですよね。でも明らかに大きさはやっぱ違ってくるので、楽器っていうのはよく大きくなると低くなるということなので、チューバの1オクターブ上がユーフォニアムという楽器の構成になるわけですね。なるほど。音の高さが違うんですね。大きさも見ては近づけばわかるんですよね。わかります。遠目で見るとね、形似てんだよ。そうですよね。やっぱり違うんですよね。明らかに近くで見ると、そうですよね。そりゃそうですよ。同じだったら困るでしょ。そうですよね。お二人はこのプロとして職業としてこう目指すようになったっていうのはきっかけとかってあるんですか？僕はやっぱりこの時点から、プロになりたいとか、この時点からプロですという意識は実はないんですよね。はい。ずっと続けて結果今にこう至ってるっていうところがあるので、なんとなく好きで続けてきたことがなんだろうな、結果として庄司さんはいかがですか？はい、私は中学高校と吹奏楽をやっていくうちに、今度は吹奏楽を指導する人になりたいと思って。、で音楽の先生になりたかったんですね。それで、音楽大学を受験してユーフォニウムで入って、うん、楽器も吹ける学校の先生になろうと思って入って、で楽器も吹ける先生になりたいから、はい、楽器を一生懸命練習していくうちに楽器、先生のことを忘れてそのままなんか自分でこうやっていくうちに今に至るという感じです。でもさ、これまでのシエナさん、はい、何人かの方々とお話ししてて、はい、なんかそんなにプロになろうと思ってやってたわけじゃないっていう人って多くない？多いですね。やっぱり私とかからすると、もうすごいプロってもちろん敷居がすごく高いので、もうみんなそこに向かって小さい時からコツ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 やってるものだって思ったら、好きだから続いてました。楽しいのでってすごいなんか夢がありますよね。そうですね。割と管楽器の人は吹奏楽とかで学校の部活動で始めて、うん、そのまま音楽大学に入り今に至るという方は結構いらっしゃるんですね。ピアノとか弦楽器とまた違う感じの人が多いように思います。管楽器は。勝手な印象としてはね。はい、なんか吹奏楽のこういうオーケストラの方々見てるとなんかねすげえ楽しそうなんですよ。いや別にフルオーケストラの弦とかが入ってる人たちが楽しくないってわけじゃないんだけど、音楽に非常に熱心なんだろうなこの人たちはっていう印象の人が多い。でも吹奏楽の人ってなんかね昔の楽しさをそのままでもこう聞いていて楽しく笑顔になるこちら側もっていう、音楽の質が違うのかもしれないけどね、種類がね、そういう違いはなんか感じるな。いやでもすごいですよね、自然になってたっていうのは本当に何度聞いてもびっくりしちゃいますよね。だってあれですよ、ロックバンドでプロになろうと思ったってなれないですよ。すごいです。本当に選ばれしい人たちなんですよ。皆さんすごいんですよ。ここからはですね、はい、そんなお二人の日常について、いいですね。はい、これ結構意外なお話とかが聞けるんですよね。なんかあの人にあんな趣味がっていうのがありますからね。国道を走る動画を見ながら、土屋さんですね。お酒飲むとか。はい、じゃあ趣味から聞いていきますか。はい、じゃあ庄司さん。趣味って聞かれると本当に困るんですけど。こうツアーでいろいろ行くこととかもありますけど、なんか楽しみにしてることとか。やっぱりツアー、そうですね。ついついも出てきます。はい、食べ物が好き、食べるのが本当にね美味しいですし、それが楽しみですね。お酒もですし、美味しいものも昨日も和歌山ラーメン食べました。はい、お魚もたくさんいただいて、はい。お酒は日本酒ですか？私はもう何でも好きなんですけどすごい笑顔になったそんなに飲めないんです。でも細く長くちびちびとずっと、ビールもウイスキーも日本酒も焼酎もワインも好きです。すごいお酒が好きだっていうのは僕もですね。はい、存じております。そして山岸さん、趣味と言いますか、休日やってることだったりとかっていうのは。趣味はですね、僕もあんまり趣味と言えるほどのものがなくてですね、みんなにね、言って納得されるのは食べることですかね。そういうイメージがあるんですね。そうですね。なぜかシエナの、ホームページの中では、僕が唐揚げを持ってる写真がひたすら多く出てくるという。どこに行っても唐揚げを僕は頼まないのにみんなが頼んで僕に持たせるというパターンになってるんですよね。絵になるんですよ、これが。本当になる。唐揚げの片手にはビールですよね。ですね。ビール、こうプロフィールにも書いてるんですよね。プラハ昔行った時に飲んだビールがまた飲みたいとか、あと富山で先日行った時食べ損ねたものがあって、やっぱり食べ物飲み物関連が。そうですね。プラハはやっぱりもう本当にだいぶ前の話なんですけども、友人がプラハに住んでまして、その友人にレストランに連れてってもらって飲んだビールがもうことさら美味しくてですね、そのビールはあれ以来出会ってないので、また行きたいなとは思ってますけども、なかなか行けないので。あっちの方は本当にビール美味しいですよね。美味しいですね。ああ、そうなんですね。でね、安いんだよ。ああ、止まらないやつじゃないですか。水より安いと言われるみたいなんで。そうなんですね。もう本当ね、痛風まっしぐらい。全然ダメじゃないですか。初めてフラ入った時に、痛風だったんですよ。もうしょっぱなから。しょっぱなから。で、まあ痛風になって、ビールはやめようって言うんで、全然ビール飲めなくて。シャンパンとか飲んでたかな。シャンパン、スパークリングワインとかね。でも飲むことはやめないんですね。やめないです。心強いお言葉いただきました。みんな飲むのもやっぱり食べるのもね、楽しみの一つですけれども。そんなお二人が演奏するのが嫌になったりですとか、ストレス発散にすることって何かありますか。庄司さんいかがですか。ストレス発散はやっぱり。演奏会後のビールですかね。今日何かもう私はもう嫌だと、この楽器はもう やめたいとか思ったことはないですか。ないですね。あっても忘れちゃったのかないですね。ビール効果ですね。多分はい。ようやくですね。はい。ビール。あ、そう山岸さんはやめたいとか。やめたいと思ったことはないですかね。やっぱりなかなか思うようにいかなくて、今イライラすることはありますけども、やめたいと思ったことはないですね。音楽の道をやめたいと思ったこともない。他の職業にっていうのも。もう今のところないですかね。自分の中でもし音楽を今やめたらと思っても。なんか次に思い浮かばないんですよね。はい。まあ昔は小学生の頃とか、また今のお話に戻っちゃうんですけども、やっぱり食べることが好きだったので、あれ戻ってきた。コックさんになりたいななんていう思いも持ってましたけど、別に作るのが好きなんじゃないんですよね。食べるのが好きだからっていうことだったと思うんですよね。だから具体的にその音楽をなくなった時にっていうものが見えないので、なかなかやめたいと思ったっていうことは具体的にはないですかね。やっぱり皆さん迷いないですよね。そう、すごい一つの信念がすごいですね。逆に担当楽器以外で音楽はやめないにしても他にちょっとやってみたいなっていうような。たまには俺もメロディー吹いてみたいなとか思わないですか。ああ、不思議に僕はメロディーを吹いてみたいっていう気持ちはないんですけど、例えば今回見ててもそうなんですけども、ドラムかっこいいですね。かっこいいですね。そうですね。僕もバンドをやってて何年か経つじゃないですか。若い頃からやってて、ドラムのやつって絶対モテるんですよ。これどうなんでしょうかね。ギターとかじゃなくてギターとかボーカルだって思うでしょ。まあもちろんモテるやつもいるんだけど、ドラムは間違いなくモテる。あれは女心をくすぐるんだな、ちょっと何か。ちょっと後ろにいるのももしかしたらいいのかもしれないですよ。少し後ろにいてみんなを見守ってる。ワイルド。僕も後ろにいるんですけど、後ろでみんなを見守ってリズムを打ってるんですけど、アクションをワイルドにするってのはどうなんでしょう。もう少しワイルドな動きで。そうか。急に明日の大阪公演からすごいワイルドな動きになって。頑張ってみようかな。ちょっとその辺も注目。ドラムやりたいって気持ちわかります。僕も。かっこいいですよね。庄司さんはありますか。ああ、そうですね。弦楽器とかやってみたいなとはなんとなくちょっと憧れ的に思いますけど、息が持たないとか何もそういうことはないなって。息はそうですね。関係ないです。その持ち方チェロ。あ、はい。とかあとは小さい楽器、カバンの中に入ってしまう。いつも持ち運びがね、ちょっと重たかったり大変大きくて大変なので入っちゃったら。フルートとかピッコロとかいいですね。もう憧れです。僕は昔ドイツにアンサンブルで自分の楽器を持って行った時に、ドイツ人のおばあちゃんが「なんでフルートにしなかったの?」って言われました。そんなの重たいでしょうって。ああいうのは飛行機に乗る時ってどうするんです？荷物預けちゃうんですか？外国の場合はそうですかね、ケースに入れて預けるんですけども、日本の場合は割と持ち込みもできるんですけど、その場合は1人分特別貨物みたいな1人分の席を用意してもお金を払って、別料金、はい、人間と同じ額なんですかそれ？いや、ちょっと安いんですけど、はい、でもあ、そうなんですね、はい、機内食食べない分安いのかな。あ、なるほど。それだけですか。だったら僕は一人分、もう一人分食べてもいいんですけど。払うんですね。やっぱり食べる。やっぱり食べる。はい、ということで、いろいろとお話をお伺いしてきましたが、最後にですね、お二人からツアーへの今後の意気込みと楽しみに待っているファンの皆様へのメッセージをお願いいたします。では、庄司さんからお願いいたします。はい、今日初日を終えて、これから、長いツアーが続くんですけれども、美味しいものを食べるのも楽しみなんですが、やっぱり毎公演毎公演お客さんの反応がすごくダイレクトに感じられる公演だと思うんですね、この「ファイナルファンタジー」のツアーが。なのでそれを本当に励みに毎回毎回楽しみにやっていきたいと思うので、1回でも多くたくさんのお客様に来ていただけたら嬉しいです。はい、ありがとうございます。では山岸さんお願いします。はい。コンサートっていうのはやっぱりお客さんとの、やっぱり呼吸みたいのもすごく大事で、お客さんが盛り上がってくれると僕らもいい気になって盛り上がってしまうので、それがどんどんいい演奏になっていくと思うんですよね。僕らも一回一回緊張しながら、最高のものをやろうと思ってますけれども、どんどんそれが、いいものに、成長していっていくと思うので、1回と言わず2回3回と足を運んでいただいて、で僕らも、もっともっと、いいものに作り上げていきたいと思ってますので、楽しみにして待っていていただけるとありがたいと思います。はい。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。今回のゲストはシエナ・ウィンド・オーケストラからユーフォニアム庄司恵子さん、そしてチューバ山岸明彦さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。いや、今回もいろいろなお話が聞けましたけれども、シエナさんには面白い人多いね。本当ですね、うん、どの人を撮ってもネタいっぱいあるな。そうですね、うん、これからもますます楽しみですけれども、ね、はい、ツアーの方は最高のスタートを切りました、はい、まだまだ始まったばかりですので、ぜひ皆さん参加してください。ブラブラファイナルファンタジーブラスデブラボー2016 with シエナ・ウィンド・オーケストラ、こちらはですね、来場者参加企画みんなで不幸ブラブラファイナルファンタジーも開催してますので、ぜひオフィシャルホームページにて楽譜の確認をして練習して、来ていただけると嬉しいです。そうですね、はい、前回とは違ってリコーダーで参加の曲もありますんで、それもオフィシャルホームページの方に譜面に載ってますので、はい、ファイナルファンタジーのメインテーマ「はい、リラリラリラ」ってやつね、はい、あれをステージ上では僕とまみちゃんがリコーダーを吹いてるのね。そうなんですよ。そうで、皆さんが客席で参加してくれなかったら僕ら2人だけの演奏になってしまうんです。しかもプロの横でですよ。そういうことです。これは非常に困ります。はい、ということで皆さんどうか100円ほどで買えるところもありますし、あります、はい、楽器店に行っていただければ、ね、リコーダー売ってますので、はい、どうか皆さん練習をしてたくましい音を鳴らしたいですね。リコーダーたくさんで、ぜひ皆さん参加してください。はい、まだね、これから先もまだまだツアーは続きますので、はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、そろそろお時間となってしまいましたが、今回いかがでしたでしょうか。今回はですね、はい、和歌山公演今日やってきたじゃないですか。本当ついさっきですね。そう、和歌山公演の和歌山のホテルでさ、はい、エレベーターに乗ったら。朝食のメニュー載ったでしょ。ありました。卵かけご飯の写真があったじゃないですか。すっごい紀州の卵、新鮮な卵でっていう。すっげえ美味しそうだったじゃん。はい。で食べようと思ったの。はい。朝ごはんに。ところが僕考えてみたら、子供の頃に卵かけご飯を食べさせられて、はい、もうね40年、いやもっとや50年近くぐらい食べてなかったの。で僕は嫌いなのに、はい、親に無理やり食べさせられて、卵かけご飯は僕は嫌いなの。でもその写真がすごく美味しそうだったんで、今朝もパーン割ってギャーってかけてカーガーって食ったんですよ。勢いでやっぱダメだった。どんなに新鮮でもやっぱりそもそも好きじゃなかったということですね。新たな発見があった和歌山公演でございますが、これからも公演は続いていきます。そしてこのラジオ、今回これでお別れでございますが、実は前回のラジオで、次はリハーサル会場からお届けしますなんて言ってたんですけれども、ちょっと時空を超えて和歌山公演後なんですよ今。ちょっとスケジュールずれちゃってね、いろいろありまして、ということでお詫びと言いますか、ごめんなさいの気持ちを込めてですね、このラジオが終わった後に、公演のダイジェスト映像をなんと流していきたいと思いますので、実は僕らもまだ見てないという。そうなんですよ。どんな映像流れてるんでしょう。これを見ていきたいと思ってくれる方が増えるといいなと思いながらお届けしたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。お疲れ様でした。音がここに回ってくるので、ちょっと僕も気をつけます。フラフラファイナルファンタジーコンサートにようこそおいでくださいました海松信夫です。なんでやねん。いいね。ブラボー係じゃなくても、声出したいときは、ブラボー、もしくは、なんでやねん。で、よろしくお願いします。いいですか。よし、はい、では、どうぞ。はい、回してもらいました。初日和歌山公演を終えて、今日が2日目、2回目の公演となりますが、はい、いかがですか。和歌山も盛り上がりましたね。そうですね。和歌山ラーメン2杯食ってきましたからね。そこですか。みんなで吹こうブラブラファイナルファンタジー。